最強の前線シューター教えます。はい、どうもこんにちは、リオラです。今回なんですけど、皆さんこんな経験ないですか？持ち武器悩んでて武器決めたいから、とりあえず強い武器にしたいな。おすすめ武器検索と、うわ、いろいろ出てきて結局どれがおすすめなんか分からへんわ、どないしよう。今回は現環境においてトップクラスの強さを誇る前線シューターを3つ選んで紹介するので、今回の動画を見ればそんな皆さんの悩みを解決できると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。題しておすすめ前線シューター3選ということでやっていきたいと思います。で、今回はなんと紹介する3つの武器であらかじめどれが一番強いのかっていうのを約1万人の人にアンケートを取ってきたので、めちゃくちゃ参考にしやすいかなと思います。動画の構成的にはまず3つの武器を紹介します。その後にアンケートに基づいてランキングを発表して、武器の特徴についてお話ししていこうと思います。で、それから1万人のアンケートではなく、僕が思う3つの中で一番強い武器について話します。で、最後に各武器ごとにどんな人におすすめなのか理由もつけてお話ししていこうと思います。というわけで早速やっていきましょい。ではまず3つの武器の紹介ですね。まあ大体予想つくと思います。まず1つ目が NZAP85、 通称黒ザップですね。まあ安定ですね、この武器は。2つ目が疑似島根。こちらは初心者中級者の方にはあんまり馴染みがないかもしれませんが、めちゃくちゃ強いです。そして最後3つ目は言わずと知れた52ガロン別注ですね。前回のアップデから爆増してます。今回は現環境最強のこの3つのシューターについてお話ししていきます。ではランキングに移っていきます。約1万人に聞いたアンケートの結果、第3位は疑似シャープマーカーネオです。初心者中級者の中には、まず疑似島根ってなんやねんっていう方もいると思うので、武器の紹介をした後疑似についてお話ししていこうと思います。今回は初心者の方にも分かりやすくするために、基本情報から話していこうと思います。シャープマーカーネオはランク27で解放される武器で、塗り射程が試し撃ちライン 3.4 本分ぐらい、ダメージの減衰がなく、しっかりレティクルがあってダメージが入る射程が試し撃ちライン2本分です。2本より少し離れてもダメージは入りますが、局所判定になってしまって威力が落ちます。敵を倒すために必要な弾の数は4発で、サブはクイックボム、スペシャルが9番ボムピッチャーになってます。で、それから軽量武器といって、初めから異加速と一速がサブギア2つ分ぐらい速くなってます。スペシャルポイントは210度、少し重めですが、シャープマーカーネオの塗りだとそんなにきつくない量ですね。これが基本情報になってます。で、問題の疑似とは何やねんって話なんですけど、疑似っていうのは、メイン性能アップをつけることによって攻撃力が上がる武器に与えられた特権なんですけど、シャープマーカーネオはメイン性能アップギアをメインに2つ、サブに4つつけることによって1発のダメージが 33.3 になります。これを敵に3発当てると、ダメージが 99.9 になるんですけど、このゲーム敵のインクを踏むとダメージを受ける仕様になってるので、敵が一瞬でもインクを踏んでダメージを受けると3発で倒せるようになるということです。しかもこのゲーム1対1じゃなくて4対4なので、味方が少しでもサブとかでダメージを与えたりしてくれるだけで、それでも疑似が発動します。4発が3発になる、たった1発しか変わらんやんけと思うかもしれませんが、この1発はめちゃくちゃ大きいです。あと1発みたいな取り残しがなくなったりとか、強引に前でキルが取りやすくなります。ちなみに疑似の効果は上級者になればなるほど実感しやすいです。特に同じ武器同士で戦う時とかに疑似の恩恵感じやすいです。上級者同士の本当に紙一重みたいな対面になってくると、疑似加工をつけてる方が強いみたいなことは多々あります。で、シャープマーカーネオはサブがクイックボムなので、自分で無理やり疑似を発動させることも可能です。3発当てて逃げられたらクイブで追撃して倒すみたいなことをよくしますね。それからこの武器の一番の強みが、ジャンプ打ちしても弾がブレないというところです。他の武器を使ってみるとわかるんですけど、普通ジャンプ打ちすると弾がブレるんですよ。で、まあこれのせいでエイムが合ってるのに敵倒せないみたいな。ただシャープマーカーネオはジャンプ打ちしても弾がまっすぐ飛んでいくので、エイムさえ良ければ絶対に敵を倒すことができます。これが疑似との相性もめちゃくちゃいいですね。キル、塗り、どちらもこなすことができますが、どちらかといえばキル寄りに動いた方が強い武器かなと思います。メインの圧倒的火力、塗りの強さ、サブのメインとの相性や扱いやすさ、それからスペシャルによる打開のしやすさとか制圧力などにより、前線シューター3戦のうち1つに選ばせていただきました。では次第2位いきます。1万人に聞いた前線シューター第2位は NZAP85、 通称黒ザップです。まずは基本情報です。 NZAP85 はランク9で解放されます。塗り射程が試し撃ちライン 3.4 本分ぐらい、これシャープマーカーネオとほぼ同じですね。ほぼっていうか、まあ同じですね。で、ダメージがしっかり入る射程は 2.23 本分ぐらいですね。シャープマーカーネオよりちょっと長いです。 2.5 本分ぐらいまでもギリギリダメージ入るんですけど、ダメージの減衰が入ります。確定数はシャープマーカーネオと同じで4発ですね。サブは9番ボムで、スペシャルはインクアーマーになってます。それからこれもシャープマーカーネオと同じで軽量武器なので、初めから異加速と一速がサブギア2つ分ぐらい速いです。これが基本情報になってます。このクロザップの強いところは、性能のバランスがめちゃくちゃ取れているということです。塗りもできるし、キルも取れる、カバーもしやすいし、インクアーマーによる味方のサポートもできます。このバランス、何でもできる感じがクロザップの強さなんですけど、これクロザップの弱さでもあります。バランスが取れてるっていうことは、押し付けられる強みがないってことなので、この武器を使う上ですごく大事なのは圧倒的な個人力です。塗りの判断、キルの判断、潜伏の判断、そこがめちゃくちゃ
ちゃ重要になってきます。で、ジャンプ打ちしちゃうとめちゃくちゃこの武器弾ぶれちゃうので、強引に通すってこともしづらいので、本当に立ち回りが難しくなってます。個人力があれば何でもできるので、前線シュートは3戦のうち1つに選ばせていただきました。では最後第1位いきます。もう分かってると思うんですけど、第1位はゴーニーガロン別注です。1万人中約5000人、50% の人がこの武器に投票してます。すごい票数ですね、これは。ゴーニーガロン別注はランク25で解放されます。塗り射程が試し打ちライン 3.8 本分ぐらい、まあ、ほぼ4本ですね。しっかりレティクルが合うのが 3.5 本分ですね。で、これも他の2つと同じでちょっと下がってもダメージは入ります。他2つに比べると射程が若干長いですね。サブがシールドでスペシャルがナイス弾になってます。この武器は射程が長いわけでもないんですけど、シールドのおかげでガツガツ前に行けます。前に出るのってめちゃくちゃリスクが伴うはずなんですけど、シールドのおかげで比較的安全に前に出ることができます。ザップや島根と違って、ミスったとしてもシールドのおかげでデスしづらくなってます。で、なんとこの武器は敵を2発で倒すことができて、シューターの中でトップクラスのキルタイムを持っています。なのにもかかわらず塗りがめちゃくちゃ強いです、この武器。シールドによるヘイト、メインでのキル、メインでの塗り、個人で全部完結した武器です、これ。圧倒的な武器パワーを誇っていて、世界最高 XP が3100を超えてるんですけど、3100を超えた武器はこの武器でした。個人で全部完結できちゃう以上の理由から、3つの中に選ばせていただきました。こっからはこの3つの中でランキング関係なく僕が一番強いと思う武器について話していきます。この中で僕が一番強いと思う武器は、ゴーニーガロン別注ですね。ガチマッチで安定して勝つにはやっぱ全部自分でやるのが一番いいので、全部自分でできるゴーニーガロン別注は、やっぱり強いのかなと思いますね。何より他2つと違って、シールド、それからナイス玉っていう保険があるのが、めちゃくちゃ大きいです。ガチマッチの1ですってめちゃくちゃ重たいんですけど、他2つは、射程が短い分そのデスをしやすいんですよ。リスクが大きいんですね。敵に近づかないといけないから。だからゴーニー別注はそのリスクを減らすことができるので、そこがすごく評価が高いです。以上の理由から、ゴーニーガロン別注が一番強いのかなと思います。では最後に、各武器ごとのこんな人におすすめだよっていうのを紹介して終わりたいと思います。まず、疑似シャープマーカーネオ。これは、こう、がっつりキルを狙いたいよって人とか、エイムが得意だとか、潜伏が得意って人に結構おすすめです。フリーっていうよりはどちらかといえば、好戦的に戦っていって、キルをがっつり取っていくっていう武器になるので、戦闘民族サイヤ人っていう方におすすめの武器になってます。注意点としてちょっと射程が短いので、それを前提に立ち回ることができれば、かなり使いやすいかなと思います。次に、クロスアップがおすすめの人ですね。これは安定した立ち回りができる人、それから判断力に長けてる人におすすめの武器になってます。逆に言えば、安定した立ち回りになりたいとか、判断力を身につけたいって人におすすめの武器です。潜伏の判断、塗りの判断、カバーの判断、クロスアップを極めていけば、このあたりがすごく上手くなるかなと思います。最後にゴーニーガロンベッチですね。これは一人で全部試合を終わらせたい。塗りもキルもヘイトも全部自分でやる。スプラトゥーンプレイヤーとしての総合力を上げたい。そんな人におすすめの武器かなと思います。というわけで今回の動画はこの辺で終わりたいと思うんですけど、最後にめちゃくちゃ大事なことを話しておきます。今回の動画ではゴーニーベッチが一番強いという風に紹介したんですけど、それはあくまでも総合力の話であって、相性で考えたりすると覆ったりする場合も全然あります。例えば相手がキャンピングシェルターの時、シャープマーカーネオとクローズアップだったら、キャンピングシェルターの裏からボムを投げて倒せるクローズアップの方がキャンプに対しては有効。ただ相手がクローズアップだった場合、クローズアップ対島根では基本的には島根の方が強いというのは上位帯で言われてますので、相性っていうのはやっぱり大事になってくるかなと思います。だからまあ一概にこれが最強っていう感じではないです。その中でもゴーニーガロンベッチは総合的に見た場合、いろんな武器に対応できたりとかできることが多いよねっていう話です。これはちゃんと理解しておいてください。というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。少しでもいいなと思ったら高評価とコメントで感想を書いてくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。さらば。